歳をとったら醜くなるのはい、こんにちは。え優雅とおかっちの哲学夫婦の時間です。哲学夫婦っていうのは、夫婦生活においてめちゃくちゃ大事なことを夫婦でじっくりと考えて、そしてぺちゃくちゃお話しする場です。 まあ、お互いがね大切にしてることの価値観であったり考えっていうのをお互いが理解できて、そして自分たちらしいパートナーシップを育むっていうことが目的です。まあ、簡単に言ったら仲良くなるためのお話会。うん、こんな感じ？うんうん、はい。ということで、あの今のところ大好評ですので、うんえ本日、うん、あの大好評です。 うん大好評だから第3回目をしたいと思っているんです。うん、で今日お話しするテーマはあれです、うん、ゆがさん。んえっと歳をとったら見にくくなるのということでございますわゆがさん。なんでそれしようと思ったん、うん、おかっちはね全然年齢のことは気にしないんやけど、うん、ゆがさんがよく言うのは年相応のやっぱこう。 年たてばたつほどやっぱ衰えてくるものもあるよっていう話を結構することがあるやんかあるかな、うん、だからそ,そういうことでおかちゃんはそういうことあんま思わへんねんけど、うん、改めて優香さんがどう思っているのかおかちゃんがどう思っているのかっていうのをこの機会に考えたいなと思って、うんうん、やっぱその、ね、自分がこうどんどん醜くなっていくと思っていくとこう苦しくなっていくんじゃないかっておかちゃんは思ってて、うんうん、そこら辺はちょっとどう考えてんのかなって。 でおカッチ自身も改めて何、うん、やろこの機会で美しいって何なん,なんやろとかいや見にくいとか何なん,なんやろとかそこら辺をねちょっと考えてみたいなと思ったからこういう風にしました。はい、であななたたにに質問でですす、うん、をっっっていったらやっぱり見にくくなるんですか、はい、もしよかったらねパートナーと一緒にね聞いていただいてパートナーと一緒に話しながらやっていただくとこれめちゃくちゃいいと思いますんでねそんな感じでやっていきましょう。はい よかちゃんどうですか、はい、なんかなんやろうなその美しい醜いという、うん、まずそれはいつも言うけど定義によるし、うん、あの一面だけを切り取ってそれが全てのように語ることはまずできないよねって思う、うんうん、確かにじゃあまず醜いって何なんそそもそもいって何なんですかね醜い,醜い 見にくいってないってなあんま考えたことないわななないんやあその対義語だとするとさ美しいと醜いが対義語だとすると、うん、美しいの、まあ、対局にある概念ってことだ、うん、よね。うん、じゃあ美しいは何美しい何っていうとこはみ話していきましょう。うん、美しいっていうのはえっとまあ僕はそのままであること。うん、でそのままであるけれども誰も害してないこと。うん そうやね、うん、私それすごくちょ,っとちょっとまだ話してるんやんやそのものそのものその人そのものそのものそのものが出ていて、うん、かつそれが誰も害していない、うん、誰の気持ちであったり誰のなんだろう誰の存在を揺るがしていない。 外してたらあかんのじゃそ,そこが難しくて、いや、うん、別に僕自身はそれで美しいと思って表現をしているものがあったとして、うん、存在している僕がいるとして、うん、僕は美しいと思ってるよ。でもそれを他人から見て、そいつはそのものを出してるけれども、俺は美しくないっていうふうに思う人もいるかもしれないそれはさ、あの美しいって思うかどうか主観だと思うよ。主観。うん、主観だからそこを美しいかどうかって思うっていうのはなかなかこう。 でもできる限り多くの人が「それ」って言えるものを見つけてきたやんか。うん、哲学においてよな美しいってさ、うん、あのさっき言ってたんやけどでもそのありのままであることってすごく美しいよねっていうのは私もすごく思っていて、うんうん、それが必ずしもいわゆるポジティブな面なんか。うんうんうん 嬉しい楽しいハッピーみたいなことだけじゃなくって、うん、すごくあの卑屈になってたりとか、うん、<laughs> なんかもうドロドロしたものだったとしても、うん、それがその人のその時の本心だったりとか、うん、それがありのままの姿であるなら、うん、それはある意味美の形だなと私は思うんだ。うん、で、あのー、その年齢を重ねていった時に、うん すごく素敵な年の重ね方をしているなと感じる人って、うん、やっぱその年齢年齢相応っていうのはさ、うん、なんかこうい一般化されたもう40代なんやからミニスカートははかんとかそういうことじゃなくて、うん、その人なりの年の重ね方をして今の自分を本当に受け入れてちゃんと自分のことを大切に。 愛せてているるなって感じる時に、うん、あこの人すごいいい年の重ね方をしているなって感じるんやけど、うん、やっぱりそこにすごく否定的な思いがあったりとか,、うん、なんか無理に若作りをしているようなことを、うん、その若作りが、ま、なんていうのキャラとしてなんていうのかな、うん、もうそれも含めて <laughs> いいなって思える場合もあるんやけどそこに無理してるなっていう感じを感じた時に、うん、なんか。 ちょっとしんどいなっていうのを感じる時があって、ねうん、だからその人がそのそれで何？うん、そうすることが本当にありのままでいいって思うんやったらいいかもしれんけど、うん、そうしないと美しくなれないと思って、なんやろう自分の不安とか恐れとかををこう補うためにそっちに走ってるっていうケースみたいな感じなのかな？うんどうなる？な、ま、も、あ、恐れも別にいいと思うんやけど、うんうん、なんて言ったらいいんやろうなその。 要は一般的にはやっぱりこう16歳ぐらいの女子は16歳ぐらいが美しいみたいなことが言われてたりとかんかこうわかほうれい線とか私とかもさアプリとかで多少んかこう色味とか調整するときにさできるだけやっぱりこうつらんようにとかさあるやん考えてやる。 確か,にななんかそういうふうに、うん、あの見せることがう、うん、美しい良きことですよっていう擦り込みがあるから何かこう化粧品が売れるとか、うん、そういう綺麗に映るアプリが売れるとかそういうために擦り込まれている美の基準だったり概念であって、うん、なんか。 でもも私やっぱ,でも私もやっぱ刷り込まれてるからささんも刷り込まれてるし周りの人がそう刷り込まれてるからその人にもやっぱり承認されたいっていう気持ちが出てきた時にその人たちの美しいに合わせにいくではないけれどもどうしてもそういう気持ちも出てくることがある。でそんなんよだからそういうふうに自分をジャッジしたりとか、うん、まあ多少そっちに寄せた感じで見せたいみたいな気持ちが出てきたりはするんだけれども。うんうん 何やっけ <laughs> な美しいって何とか年を取れば見にるそう,そう,そうそう、な。な,なんだけれどもなんかもうほん本当に何、うん、て言うんかなも,もっともっと小手先のさ、うん、若く見えるとかそういうことじゃなくって、うん、う内面から出てくる美っていうのは本当にありのままであることを、うん、ただ。 ただあるっていうその状態であるっていうのが美しいなって思うからのと、うん、もう一つは、うん、そのやっぱり若い子供とかってやっぱすっごい美しいなって思うんよね、うん、もう何やっててもほんまになんか何やろうなって思う、うん、すごい美しいそれってもう時が巻き戻らないからもうその時ってその時しかないから、うん、このもうなんていうの過ぎ去っていく切な的な、うん。うん 美しさみたいななのはあるんかなっていう、うん、もう取り戻せないものだからそこに価値を見いだすっていうのはあるだろうなっては思うよね。うん、全てが取り戻せないものだから、うん、今この瞬間でありのままで生きるっていうことがまあ美しいなって思う部分もあるけれどもそれは自分自身が評価して主観的に。 自分にとって美しい生き方って思っていたとしても、うん、それを第三者から見てあいつの生き方美しくないっていうのはその人の主観で判断されるケースもあるよね、うんうん、だそうなった時に美しいって何なのか自分で感じるのは美しいよでも周りから見て美しいかどうかっていうのは分からへんっていう部分が分からへんよな、うん、だからそこらへんでだから岡ちが言ったのはその,そのものであることだけど 相手の存在を揺るがさないものってか相手の存在を脅かさないものっていうのが美しいって感じるところのラインなんかなと思って脅かすものであれば、まあ、例えばゴキブリってなんか脅かされると思うからそれも擦り込みよねす、うん、り込み、うん、ゴキブリのカブトムシは OK でゴキブリはダメって形一緒やんじゃあ多分さ、うん、でもさあのすごい、まあ、美人とされている、うん、誰やろうあの例えば石原さとみちゃんとかさ中山美穂とかね <laughs> とかがさ、うんまあ多分目の前にいたらはって見とれちゃうと思うんやわ、うん、けどさで、まあ、芸能人っていう存在としてある程度もう割り切って見れてたらいいかもしれんけどさ、うん、例えば親友が石原さとみとかお姉ちゃんが石原さとみとかで、うん、まあ自分は人並みの容姿みたいな時に脅かされるよね。うんな そ, <laughs> そうなった時に美しいっていう気持ちも感じるけどどちらかとと恐れかか嫉妬とか憎しみに変わったりするんじゃないかなそのものを美しいと思えなくなるんじゃん妬みとかもなってきたりするから脅かされるとれるやっぱだから美しいっていうのはありのままのそのものが出ているかつ周りを脅かさないものっていうことなんじゃないかな。 でもそれはさ絶対的に絶対的な美というものがあるんじゃなくって感度って言われてると思うみたいな美しいって思うのはそうよもちろんそううんでそう。だからそれで本当にだからでも住み込みにあってその美の概念っていうのがある程度はしがあってあるからあるから。 やっぱそれと比べて自分はここが足りてないとかっていうふうに思わせられがちな左近ではあるけれどもなんか自分のパートナーがそういう擦り込みの強い人やったらめっちゃしんどいよねだからじょあの女性っていうのは顔が小さくて、うん、うん、やろうあの足も長くて。 スタイルもこうボンキュッボンじゃないけどこうウエストも細くてなんやろうおならもせずにとかなんかそういうのが美しいみたいな物差しがメディアとかですり込まれてその人のパートナーのねそういう美しいの概念がこう自分で本当に決めたものではなくてどこかからすり込まれたもの美しいの概念があってそれと常にこう比べられてる状態っていうのは 本当に苦しいよ、ね、すごいしんどいと思うから私はおかっちはそういうふうに思うあんまり思わないタイプやからすごく助かってるしすごく助かっているだからそれはほんまにだから旦那さんから旦那さんもそうだし奥さんも奥さんも、うん、あの旦那さんに向かってとか旦那さんも奥さんに向かってっていう。うん 感じに声掛けとかすると思うんだけどそ,<う>それは美しいの価値判断の基準によって、うん、あこれ美しいか美しいっていうし可愛いと思うか可愛いっていうわけであり、うん、そこのどう,いうどういうのを美しいと思ってるのかっていうのはものすごく大事な気がするし<う>普段から声をどういうふうにかけられるかによって、うん、奥さんのセルフイメージ、うん、自分は美し,いもの美しいんだと私はブスなんだって思うのこ,このセルフイメージが大きく影響するなっていう。 あだからそこって結構もしかしたら話し合うのも大事なんかなって思っていますもしどこかで辛い思いをしてるんやったらちゃんと嫌なことは言った方がいいしなんかよほんまに、うん、なんかおかっちはぜっ、うん、なんかうんなんか言うの、うん、ねお腹丸いとかさ、うん、なんかなんていうのかなふ 悪意がないのがわかるんですよなんか優香ちゃん「丸い丸い」とかって言うけどでもその「丸い」がなんかちょっと太ってきてちょっと痩せた方がいいんちゃうとかっていうことでは全くなくてなんか丸いのが愛おしいみたいなのが根底にあるのがわかるからでもそこまでなんかあんま嫌じゃないし。 彼は本当に変わらないんですよ私がなんか女の人やからさこのバイオリズムによって丸い時もあれば比較的シュッとしてる時もあるんやけどとかあともうドロドロで化粧したまま寝てまうみたいなのたまにあるやんかそういう時とかもうドロドロでとかでも本当に変わらずかわいいかわいいって今が一番かわいいっていうのをなんかもう。 自動再生のようにうにだからすごく安心できる、うん、いや心から思ってるからそれは自分にとっての美しいの定義っていうのが、うん、さっき言ったようにその人のありのままがで、今この瞬間ありのままで生きてる状態っていうのが、うん、僕にとっての美しいでかつそれが僕の存在を脅か,脅かさない存在、うん、ちゃんと僕,僕,僕のありのままも肯定してくれると。 いう部分があるから、うん、安心してそれ美しいって感じるという何か,、うん、かそういう関係性がすごいいいよねいいし、うん、その本当に美しいって何なのかっていうところがほんまに結構人を見る時の基準になった生き方美しい生き方って何なのかってその人それぞれ違うと思うん,んだけど、うん、そ,れそれが結構発言とか行動とかの基準になってる気がしていて自分にとっての美しい生き方はこうだ じゃあそのためにこんなことをしようこういうことを選ぼうっていうこういう声がけをしようってなってるからあなたにとって美しいって何ですかっていうことをちょっと旦那さんとか奥さんとかと話してみるもいいんかなと思うけどね、うんうん。ねえ。ねえなでまあこういろんなことを話してたけどまあいろんな僕にとって美しいっていうのはその今この瞬間をありのままで生きてかつ相手を脅かさない存在が美しい。うん であったりとかもっとなんか違う人が言ってたのはあの共鳴するエネルギーの波動が共鳴するっていうか,、うん、なんかそういう同じこの波長が合うというか波長がピッてこうシンクロギュッとした時美しいって感じるとかちょっとこうあのス,ピスピ系の。いやなんかでも、うん、そ,そんなわざわざスピンに寄せて言わなくても例えば音楽でこう何人かで演奏してる時に。うんうん なんか私がすごいいいなって思うのは、うん、その技術がどうこうっていうこと以上にお互いの音をちゃんと聞いいててるるよっていうのが分かる演奏、うん、<laughs> ちゃんと大事に大事に「聞いてるよ承認してるよ認めてるよいるね僕もいるよ」っていう「<laughs> いるね僕もいるよ」っていうのがお互いに心地よくなり立ってる 音楽っっててすごい好きやなって私は思う逆にどんだけそれぞれが、まあ、技術を持っていたとしても、うん、なんか相手のことをあんまりこう聞いてないなとか、うん、あの尊重してない大事にしてないなって思うのはちょっと聞いててしんどい時があって、うん、だからその波長が合うっていうのは本当にお互いの音を。 いいいているというかお互いがお互いをちゃんとこう存在を認め合って肯定してるっていう状態が必要なのかなこの前大喧嘩したやんが、まあ、一方的に怒られたけど僕が怒られたんだけど僕の友人がこのアコーディオンなんて、うん、ピアノみたいな鍵盤ハーモ,モニカをやってヨガ <laughs> さんがおレれを弾いて、うん、僕もなんか歌うって言って僕がそれ歌ってたらすっごいなんか気持ちよくてそこが。でブルーハーハツを熱唱してて で僕としてはありのままを歌ってたんですよ、うん、もう全エネルギーで、うん、でもそれが優雅さんにとってはすごい深いみたいで、うん、というのも僕は2人の演奏をそこまで聴いていないっていうか自分が歌うのがもう楽しくてしょうがないなたな存在を見ていない、まあ、もしあの失礼ですけど <laughs> カラオケみたいなイメージを持ってたかもしれないうん、うん、僕のためにありがとうみたいな感じになってたから物扱いしてたよね多分、うん、存在を人として存在を認めていないっていうか もう自分がた、うん、楽しくなっちゃったらすごい独りよがりな感じになっちゃって、うん、まあでもあるやん、うん、何やっててもその音楽じゃなくて普段のコミュニケーションとかのもあるんだけどや、ねやね、でもそういう時ってやっぱ不調和で、うんうん、じゃあ不調和が美しくないのかっていう話なんや不協和音とかがさ、うん、美しくないのかっていう話で、うん、いやそれも。 なんていうんやろう人間らしさというか、うん、お母ちも一人で楽しくなっちゃったんやなっていうさ。<laughs> なんかそれも、可愛らしさというか、愛おしさで、ね、<ー>あったりもするから。<ー>やっぱ難しい、いや、いややったで、その時はほんまにいややったけど。難しいよね。いや、なんなん、それ、不調は、ぜことはさっきの定義はちょっと違うか。お母ちゃんの。うん、うん、なんなんやろ、うん、じゃあ、改めて美しいってなんなん。なんやろうね。 まあでもそれも含めて認められる、うん、承認できるっていう感度,感度自分のこちらの感度が承認できるって思えた時にそれはなんか。うんうんうん 醜いものから、うんまあ、いとおしい美しいものにこう転換できるっていうことなんかな,、うん、なるほどだからほ受け取り手が承認しさえすれば美しいものになるってこと、うん、そう肯定はしなくていいんやけど承認する承認な。肯定も賛同もしなくていいけど、うん、何が違うんです,か承す皇帝と承認はえとまず賛同は同じように思うっていうことやん。んで皇帝は、うん それでいいまあでもかなり近いと思うけど、うん、皇帝と承認は、うん、皇帝はそれでいいよって、うん、私は考え違うけどあなたはそうなのねそれでいいよっていうことかなと思ってて承認はただ、うん、いるねって、うん、<laughs> わ分からん私の中の感覚なうそういう意味では承認しさえすれば世の中の全てのものが美しく思えるってこと うんかもしれへんね。おってことは感度を上げれば上げるほど世界が美ししくなるそうかもしれへんね、うん、感度を上げればというか感度を上げればまあでも承認する力が強ければ強いほど世界は美しく見えるし愛せるフィールドが広がっていくのかなとて気はするが。うん そこもなその愛せるってじゃあ何みたいなとこもあるしうん、うん、なんか言葉のトリックに罠にかかってる感じもするけど今。じゃあちょっとクッとまた最初に戻ると「年、うん、を取れば醜くなるの?」って言われたら、うん、なんて答えの優かさんならないって言いたいね。う あるやろうし、うん、そっちにフ,フォーカスするというかそっち寄りの考え方でいた方が、うん、自分も周りの人も生きるのが楽だから、うん、そうそうしたいなって思うなるほどじゃあ、うん、どういうい条件が整った時に年を取ったら見にく,くなる年を取ったら見にく,くなるっていう場合の条件ってどういうことがありるやろう まず一つは自己否定よね。自分で自分を否定している状態とか。いやでもそれすらも、うん、なんかこうああ方略性深くなってきたなーみたいなのすらもなんか可愛い,いなという。うんうん、ああなるほど。それは感度の問題なじゃ周りの。周りの？周り,の周りのなんか可愛い,いなって思えてるっていうことは、うん、い本人が可愛い,いなって思えてるは自己否定じゃないのそもそも えっとま、周りに対してもかな、ま、自分がほうれい線かわいいなと思ってるのは自分自身は自己否定してないわけじゃほうれい線かわいいなじゃなくて「うん、ほうれい線出てきたないやいやな伸びへんかな」みたいに思ってることとか<の>ちょっとアプリでほうれい線消したりしてるその、うん、浅ましさというかうん、うん、そういうのすらもなんか人間らしくてかわいいなって思える時もあればあそれは思えないと。 自分自身も周りに対して周りもなるほど。ああだいぶ持っちゃってるなやっちゃってるなっていうのもなんか可愛い,いなって思える時もあれば思えない時もあるのが不思議だね。なるほど。<laughs> まあこんな感じでまとまってないけど。<laughs> 全然まとまってない。まとまらないんですよこういうのははいまとまらないんですけどまあ今のいろんな話を聞いてどうですかそもそも美しいって一体何ですかそしてあなたのパートナー横にいるそのパートナーは美しいですか。 はいどうでしょうか、うんはい、また話し合って考えてくださいあの喧嘩ならないようにねまあ喧嘩もねなってもいいと思いますけどね、うん、仲直りは大事、うん、仲直りでしょけんか思う相手をリスペクトして言いたいことは言ってもいいけれども <laughs> その後ちゃんと仲直りする儀式だけねちゃんとやっていただけたら OK やと思います。はいということで、えー、この哲学夫婦の時間は夫婦生活においてとって とても大切なことを夫婦でじっくり考えてペチャペチャお話しして仲良くなるっていうそういう番組です。今日の配信見てちょっとでも元気出た、うん学べた、うん,うん学べた、うん良かったお勝ち夫婦頑張れって思われる方はいいねボタン押してくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。あとチャンネル登録ボタンもよろしくお願いします。はいということでえまたお会いしましょう。バイバーイ。